おはようございまーす。ティガと申しまーす。ドラゴンクエ、ちょっと待って、くしゃみそう。はーい、ティガと申しまーす。実況中くしゃみとか初めてじゃない？精神科を勧められました。精神科、僕ね、嫌いです。うわ。あのね、僕って基本的になんか何々が嫌いとか何々好きじゃないって時にかなで僕の中で心がけてることが、僕の中ではあんまりかなとか、そう、なるほどねって言って、あ、でも僕はそんなに好きじゃないかなって、何か絶対前にクッションを入れるんですよ。なんかすぐにさ、あ、それ嫌いって言うと、もうそこどっかの黒ブレユーザーと一緒なんですよね、それって。あ、それ嫌い、あ、それ嫌いっていうのが黒ブレユーザーです。一般的なゲームやってるユーザーがそうなんですけど、まあできる限りはクッションを置くようにしてます。でもそんな中で僕はクッションを置かないもんが存在するんですよ。内科と精神科です。モンスターマスター、そして賢者とね、これまでなんか自分の中でこれはいいんじゃないかってチームを作ってまいりました。今回はね、今回はね、風林火山の歌バトルマスターでまいります。行きましょう。ホースデビル鍵抜き登場。ドルマを使う2体がやってきました。これね、思うんだわ、バトマスってね、なんかね、どう組んでも強くなる。バトルマスターと相性のいいモンスターを上げていくと、まあ、例えばね、ナイトリッチなんてもその筆頭なんですよ、デンタザウルスはね。で、他にもバトルマスターって結構ね、なんか単体スペックが高いやつらが結構いまして、だから賢者と比べてね、なんか強いお供が多いんですよ。なんか、で、かつ、バトルマスターっていうのは、なんか武器融合とか、単純にスペックが高いんですよ。なんかね、グッドスタッフにとにかくなりやすいんですよ、これ。とにもかくにも、グッドスタッフになりやすすぎるのが、ここバトルマスターです。というわけで、今回やってきたのはね、ドルマ使いの2体になります。HP も高くなるしね、基本的に。さあ、行くぜ！ふぅ、ウィ、ヒノオギ、ヒノオギ、ふぅ、ウィ、火山！風林火山ですよ。僕がね、バトマスの中で一番なんかいいなって思ったのは風林火山。何がいいっていうと、今回発動するかどうかわかんないで、もう先に言っちゃいますと、主人公特攻があります。正確に言うと、ミニ系特攻ですね。ミニ系に対して、特攻が発動するっていう風林火山があって、それが引ければ、主人公チームにはどのようなチームでも打点が取れるわけですよ。呪いの南部いた。バルにいたよ。呪われるんじゃない？バル結構呪われやすいよ。おー。さあ、そして来ましたよ。ホースデビル、ドルマ、行くぜ！高い賢さから。行くぜ！暗黒呪文、ドルマ！いいねー。コンスタントにね、ダメージを与えるこのね、コンスタントに詰めれるっていうのも強みだな。ねえ、影の騎士もドルマを使えるわけですけども。さあ、影の騎士にね、いやー、炎痛いね、やっぱ。さあ、どうだろうなー。風林火山は結局発動はランダムなとこあるんでね。まあ、また、主人公以外にも特攻、悪魔系特攻とか、メカ系特攻とか色々あるんで、まあ、うまく刺さるかどうかわかんないけど、刺さればね、もう一気に戦況をひっくり返せるロマンは秘めてます。意外と爆死武器かもしんないね、風林火山、そう考えたら。あれ、え、俺おしゃべや。あれ、俺したんだけどな。さあ、基本的な攻撃はね、影の騎士やホースデビル、どちらもまあトントンですね。引き寄せる確率は。ホースデビルに行けば回避率 7%、影の騎士に行けば回避率 12% ぐらいですか？はい。まあ、なんか忘れた頃に回避するかな、みたいな。まあ、いい殴り合いじゃないですか。ここから返していきましょうや。行くぜ、呪いの乱舞。行くぜ！はい！ナイトリッチを選ばなかった理由っていうのはね、影の騎士にはドルマがあるっていうのが強みだよな。さあ、行くぜ！ふぅ、ウリン、火山が風を呼ぶ。おっと、これは、ハリウス！ひょいって避けられてるけど。で、敵も今回バトルマスターじゃないですか。で、相対的にね、やっぱ強くなる、バトマスは。さあ、リターン強とともに、ビッグワン、行くぜ！さあ、走る戦いになる。そういや、ビッグバン魔法だったな。おっと、これはでかいな。もうなんか初戦から負けそうな気配してるわ。おい、初戦から負けそうだな、なんか。バトマス同士だと強いな。ドルマン！ドルマも強いんだよね、影の騎士の。なんか賢さ 42?
なんか賢さの割にはやたら出るねっていう印象がある。さあ、ドルマ、主人公も疾風陣内ではないね、これは。風林火山で決めてしまえか。いくぜ、風林火山、しげ、炎の奥義、風林火山、誰になっとん惜しいな、狙えなかったな。狙えなかったね、惜しいね。これは無理かな。これは1ピロリがきつかったかな。これは無理やね。さあ、ここでね、耐えるか、ピロリでチャンスあるよ。ピロリ、おお、来た来た、これは勝っ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 た、これはね、勝ったよ。だって、風林火山だよ。来ましたよ。この武器が生きるとき、暴いの速さに、解説の疾風全雷。やったーかっこいい。というか、風林火山っていうのはもうすごい強いんですよ、ぶっちゃけ言うと。何かというと、技のその特攻がランダムで発動するのもありますし、まあ、見てるだけでもうさ、相手が警戒するからね、風林火山見た瞬間。で、あとはね、輝くかどうかわかんないんですけど、属性耐性あるじゃないですか。これがね、すっごい発動します。属性耐性が全属性攻撃に対してすごい強くなるんですよ。ただ、呪文にちょっと枠なるんだよね。はい。さあ、来ましたよ。疾風陣内、あれ間違えた、行くぜ行くぜ、疾風陣内だ、なんでお前受けたんだ、ほら風林火山にしてないの、なんでこのさ、SP で何にもない時に疾風陣が発動するとさ、悲しいよなって言って思うんだけどさ、今のは完全に自分のミスだからね。攻撃呪文に対しては忍びの服を着せればいいんで、基本的には忍びの服と風林火山の組み合わせが圧倒的に多いかな。ドルマがよく通るんだんで、今回はドルマのね、活躍する場所が多いんじゃないか。ただ、明けつく息はホースデビル。ホースデビルがまずい。避けてるわ。麻痺ちょっと弱めのホースデビルがいたり、主人公が止まったらね、風林火山も減ったくれもないですからね。さあ、呪いのランプは、一声爆肉。呪わせ、やつに、呪わせんじゃない？確か、結構。いや、もう呪われないな。まあ、ついでに勝てるのからね。さあ、この事後フラッシュ。まあ、バトマスチームで、おお、いいね。いや、ちょ、待って、影の騎士結構食らったな、今。170食らってたぞ、今。光に弱いな、てか、このチームよく見たら。このチームよく見たら、光にめちゃくちゃ弱いじゃねえかよ。いや、何も考えなかったわ、そういや。光に弱い、めっちゃ光に弱いぞ。事後フラッシュやばい。やべ、デンタリッチ並みに光に弱い、こいつら。やばい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 。まあ、目を開けていられないは風林火山特技だし、問題なしですね。また、おとぼもね、呪文多めなんで。いくぜ！いけ！風林火山！あっと、それは林、強い！めっちゃ強い！特攻発動したね、今。今、特攻だったね、今。特攻攻撃来たね。さ、丸かじり、丸かじり勝ちじゃないか。特攻攻撃発動した時の圧力やばすぎるんだよな。圧倒的パワーを押し付けるからね。おっと、イバードゴン。どうだ？あ、いや、よく通るね、打撃。で、ドルマもよく通りますよ。この2体も賢いんで、基本的に。相手をちゃんと選べる。オッケー！一番いいとこでやっていく。さあ、次のターンでもリーサルいけるか。焼けつく息したい。焼けつく息をガーッとしてるわ、こいつ。これはそのままリーサルが？いや、焼けつく息刺さんないね。さあ、つばぜりは一応ね、仕掛けられる側となっておきましょうか。お、いいね。ウィーネーじゃないんだけど、ウィーネームコーンいいね。調子。負けてねえぜ。ここまで来るとさ、つばぜりできるようになってきたね。うん。300まで来るとできるようになってきたね。嬉しいよ、俺は。嬉しいな、嬉しいな。マジか。どっちもそこそこのゲージだったしな。さあ、ここがリーサル詰め込んじゃうよ。一気に持っていけ、リーサルさん。あとはもうこういう時の最後の詰めに、やっぱ呪文って強いんだよね。やっぱ呪文って強いからね、このゲーム。やっぱり。確定命中っていうのはでかいよ。まあガードされなければけど。でも、基本的には、一番弱い手を狙っていくさあ、ドルマで勝ちです。おお、行くぜドルマで勝ち言うたやないか。行くぜ、かっこいい、行くぜ、おらおらリーサル、圧勝強キャラの押し付けやめて。もはや恒例、バトルドームチームとの対決です。こうい
チラも多いね。スーパーボールを毎回ボールとして出てくるこのバトルドームチームがね、連勝ストッパーみたいなとこあるんだよな。今のところ2連勝ですよね。この動画内ではなかなか珍しい2連勝を期してるんですけど、その連勝ストッパーに来たこのバトルドームチーム、バトルドームチームってのもどうかと思いますけどね。このミイラのところ呪いに対してはね、全く心配しなくていいんじゃないかなと思うけどね。主人公が、あ、フーリンカさん行くぜー、それー、イエーイ、ナイスさー、ナイスさー、アトラス特攻、悪魔系特攻だったね今。さあ、雨かけるが飛んでくるぞ。でもみんな打撃に強いんだよね。今回は影に騎士ドロスデビル、主人公ともともみんな打撃に強いんで、会心あたりじゃない限りはそんなに食らわないんだよね。さあ、でも風林火山の打点はでかかった。呪いのランブでね、うまいこと打点を取って、あわよくば呪いにして おきたい。一体止めるけ、だいぶ違う。一体止める、一日どころかもう20ぐらい取り目いるからね。さあ、問題は大破壊の時期で誰か飛んでってしまうこと。ちょこちょこ飛んでってますからね。このハーコンの柱が強いんだ。おっと、うわぁ、大丈夫だった。あー、怖っ。主人公やで、今、会心かと思ってた。さあ、メラミはね、まあ、ミイラ男を燃やしてくれるでしょう。フォースデビル賢いんで、ミイラ男燃やしてくれるはず。おー、やった。いや、打点がすごい取れる。マジで打点取れるな。来ました。これどうだ？え、でもさ、あ、フォースデビルも影の騎士もね、大丈夫だと思うんだよ。主人公だけ不安要素は主人公避けていく。避けた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 ぞ、これはでかいぞ。この1ピロリはでかい。主人公は溜まってフーリーカさんが撃てないは一番怖いからね。さあ、取り返しのね、スペシャルカード。さあ、打点はどうなんだろう。ミイラ男はね、打点を取れなくなってるから、今回は呪いの言霊って暗黒属性なんで、おっと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 、暗黒に耐性持ってる自体にも効かないし、呪いも効かないっていう感じがあるからね。さあ、いい勝負ですね、呪いの言葉。さあ、今度はどうだ、呪いの言葉シュート、イエーイ。あ、誰か聞いてる。あー、主人公だ、やっぱり天空の盾持ってたのに。そうなんだよな、やっぱり、やっぱここでね、そうなっちゃうかと。そう、やっぱね、呪えることは主人公をね、釘付けにできるのは強いよ。あわよくば周りもね、釘付けにできるんでね、もう強い、普通に強い。粉砕の時期爆裂。いや、でも打撃体制の上からこんなに出してるのはすごいな、マジか。さあ、まだわかんないよ、お互いね、打点の取り合いになってる。主人公一回動けなかったの痛いね。さあ、このターンに決まる可能性は大いにある。さあ、一品は釘付けにしようと思います。こちらを、相手を釘付けします。誘惑の踊りで釘付けない、行くぜ、おい、テクレクレしとる、おい、行くぜ。さあ、連勝ストッパーに負けるぜ、たまるか。あーっと、主人公。主人公を止めただけでもでかいっちゃでかいのか。疾風陣雷の存在もあるからね。そういう意味じゃない、そういう意味じゃないよ。そうじゃない、いや、そうじゃないの。だから、このターンの相手の攻撃を耐えて、かつその呪いの言霊を避ければワンチャンあるね。なんだったらこのターンに決めちゃっていいよ。あー、でもちょっと厳しいか、ちょっと厳しいね。365は削れないな。呪いの乱分の回心率も全然ないし、さあ、ちょっと足らない、ちょっとボーダー足らなかった。あー、足んねー、51か。でもこれはね、このターン耐えて、かつ主人公が何かしらの状態上にかからなければって感じですね。さあ、大破壊の時が影の騎士だよ、それなー、よし。さあ、どうだ、呪いの言葉。でもこれね、つばぜり合いがまだ残ってるんですよ。ニピー側からすればですよ、疾風陣雷を分かってるんで、つばぜり合いは絶対しますよね。だから正確に言うと、おっと、呪ってる、呪ってる、フォースデビルが呪われてるぞ、これ。さあ、つばぜり合いでしょ。で、これも疾風陣雷選びたい、選びたいけども、だけどもだ、つばぜり合い絶対あるんだ。どっちが勝っても別に関係ないんですよ、これは。動くのが誰かって話です。影の騎士にかかりました。さあ、影の騎士が動くのか、アトラスミイラ男が動くのか、どっちだどっちだどっちだ、影の騎士が、影の騎士、暗黒相撲、ドレメー。
お前自覚あるな。もはやトップ層の戦いとなってまいりました。モンスターも全員トップ層が出てきました。なんだこれ、俺の知ってるモンバトじゃないんだけど俺の知ってるモンバトじゃないんだけど、楽しいモンバト返してくれもうここまで来ると強いユニットから全員強いユニットです。ここまで来るといよいよね、こういう戦いになってきましたよ。トップ層しかいない戦いですよ。もう今の黒ボレと一緒ですよ今の黒ボレと一緒、この攻撃さあ面白みのない試合になってきましたが、でもそこでも駆け引きやね、駆け引きや、うわーダメだ駆け引きや運要素があることによってね、トップ層のユニットバトルで何が起こるかわからない、それがこのゲームの楽しいところ。どうなんだろう、打ち合い火力はモマスの方が勝ってんじゃないかな、なんかそんな気配はする。さあメラミで、はい、攻撃が飛んねえな。メラミも238か、魔界純ちゃんにマスターダブスキャンしてなきゃな。マスターダブ、うわっ、めっちゃ強いじゃんお前、リッチのくせに生意気だ。サブなんて勝ってないこれ硬い、魔界獣がやばい魔界獣めっちゃ硬くなってんじゃねえかお前さあスクリューホーン、イエーちょっと打点がやばいだろおめえら、おめえら打点どうなってんだ待って、打点が普通にひっくり返されかねない、この打点は普通に強い。モンバスの完全グッドスタンプで組んできやがったよお前、にゃー強い。風林火山の会心期待っていうのもありじゃないですか。いけー、いやー飛んねーな、やばいな。てかナイトリチルドルマがやばいってこんな強かったの、くっそこんな強いの、あーマジか。忍びの服着たバトバスでもこんなに食らうのか、おらんじゃーくっそ効かねー、もう物理もちろん効かねー、連中が集まってますからね。突進くれスクリューハーン影歴史、うわやばいってやばいってやばい、負けちゃうってきつい、これはきつい、何単純明快に強いじゃねえかてめえら、いやーもうこれ向こう行ったりも動いたら負けじゃ、やばい、会心でひっくり返された。まだわかんない、でも。わかんない。こっちも、今、SP 撃ったんで、620でしょ？ワンチャン削れるよ。走れば削れます。あいつじゃみんな遅い。いける。バトマス頼むわ。フリーカさん。疾風陣行きます。あまりの速さに、解説不能。ああ、もうダメだ。何これ、おー待って、うわお前に悪夢を見せてやろう、必殺のナイトメアソーダ、無理だあ無理だ、あ無理これは無理だ、ああ実際勝ち越しはもう決定しています。ということでやっぱりね、最終戦はね強いやつということで、皆さんお待ちかね、このような強いチーム出会わないわけがないですよね。お待たせしました、レジェンド魔王最強は無能の登場です。また来たよ、もう嫌いだよこいつ。さあいよいよ無能との一見の時間がやってまいりました。一見ってもう一見じゃん、えらいポジションみたいになってんじゃんさあ今のところね、僕のチームを粉々に粉砕してきたね僕がね、なんかね、チーム作るじゃないですか。うん、作った後にね、いつもね、なんかね、意味のわからない負け方ばっかりしてるんですよ、こいつに。ダリホーまで眠らされるとかね。ということで、ね、バトマスも挑んでみましょうや。どうなんだろう、勇気は光の玉でうまいこと回収できればいいんだけど、風林火山で、それは、ハリーどうだろうな、打点は、まあ、打点というより、どっちかというと耐久なんだよな、重視されてんのは。避けてんだけど、スクリューランプ、いや勇気をギリギリ回収できるのが3ターン光の玉だからね。さあデインで、デイン打点、いやー246、まあ250打点か、まあまあだね。弱点を取られるユニットはいないんで、こっちに
まあ3ターンギリギリ耐えられるかなって感じですね。攻撃に関しては基準になってくるのは3ターン耐えれるか、光の玉で勇気がたまるか。さあメラミでドン。いやー、誰に打ってもダメか、これもしかしてメラミ。さあ問題はここでです。僕のチームを全員苦しませてきた悪夢が来ます。これなんだよな。天狗の盾頼むわ。自覚持って。はい、よし、ナイスナイスナイス。いいよ、あるぞこれは。ちょっとあるね、なんか今可能性ちょっと見えてるわ。誰も眠らなかったのは偉すぎ。フリーカさん、いくぜ。フーブリーカさんが風を呼ぶ。イエーイ、やるやるわ。返し抜きいいぞいいぞいいぞ、いいいいいい。いやバトマス強えな、正直思うんだけどさ、バトマスって強えわ単体が。バトマスやっぱ大会でも人気だったしね、やっぱすごい。単体スペックがやばい。ああ、200円で同じぐらいなのか。さあ来ました悪夢です。はあ来たー。いやー来たー、悪夢だ。やばいなーこれ。いやー効果抜群なのさ、やばい。いやー、これは光の玉でたまんないっすねー。勇気無理無理無理、光の玉で勇気たまんねえかー。うん、無理だね。絶対に無理だった。こうなるとね、かなり難しくなってくるね、SP が。だって光るためにたまんないんでしょ、勇気。無理無理無理、絶対無理だわ。で、4ターン目に勇気の総裁が起こってしまうんで、そうなっちゃうと厳しいな。うわー、でもスムリンカさんが意外と打点出たら。そうか、風弱点か。勇気が同等じゃ意味ないんですよね。同等だと無道の判定負けですよ。無道が HP 有利なんで判定負けになっちゃうんですよね。いやー、今の2体眠り痛かったな。どうすんだろう。でも勝ち筋としては4ターン目にいてつく波動を当てることかな、正確せいぜい言うなら。ただいてつく波動をこの前セットしてないんですよ。なんですごい選ぶの大変なんですよね、選ぼうとしても。次のターンで勇気はたまるとは思うんですよ、悪夢で寝なければね。悪夢が怖いんだ、悪夢でやばいんだ、結局悪夢でみんな寝るんだ。頼む、よけろ、よし、いいぞ。いやー、ちょっと待って。俺、あまりにも勇気遅かったかも。いや、あのさ、僕、凍てつカードをね、セットしてないんで、やると思ったんですけど、やると思ったんですけど、かなりちょっと遅くなっちゃった。これ、勇気たまんないかもしんない。こうすれば、多分、向こうもたまんないんだ。ただ、こっちもたまんないかもしれん。遅すぎて。いやー、もうちょっと早くね、入力できたらよかったんだけどね。いや、勇気たまんないか。これは勇気たまんねえかな。勇気たまんねえわこれ、きつい。勇気たまんない。これもしかしたらワンチャンあるなって思ったのに、コマンドの時に遅かったからな。これコマンド早ければいけたかもしんない。あ、いけた、これコマンド早ければいけたじゃん、多分いけてる。勇気溜まったよ。え、溜まった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 、これ勝てる勝てる勝てるぞ、おい無道に勝てるぞこいつは。無道に勝てる。悪夢が終わるか。え、待って、でも向こう溜まる、え、向こうもしかして溜まる。あー、やったやった。いや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 、頑張ったよこいつらは。よく勇気溜まったら、あと1秒くれてたらダメだったな。無道に勝てるのはやっぱりさ、強いチームじゃなきゃ無道には勝てないのかな。いきます、ダークドラゴン、いきます。このものを倒せばいいのだ、たやすいことだ。いや無道に勝てるのは強いよ。でも一つ言っていい、こんだけ強いチームでお役目のギリギリ。そらいつも勝てねえわ、うん、バトマスってさ強かったわ。